ロンリーギャル。街の喧騒も物騒も白毛真顔の畜生も幾度となく鳴らしたスクランブルの雑踏も圧倒されそうなペプシの炭酸も蓋を開けた途端に消えてしまいそうだ。10代からの幻想はもう欲しいものは月一の給料で賄い、それ以上望むから明日を願えたのに、人生の断片がマスカラ近くで輝きを増した。始発で仕事終わり見上げる広告塔は AKB の誰かが絵的に合ってる、経験理にかなってる、目先に頼ってやる、無理やりでもかこし開けたチャンスに全てがそこにあると望んだから登ったステージ上、地下でぐらつくアイドル業界に若いうちにどんな手を使っても買い取る将来に、彼氏とも別れた、だって彼氏がいると頭を丸刈りにされてしまうから。幸せっていうのは土の下の羊って漢字が苦手な姉が教えてくれた、知ってる人しか知らないそこに幸せがあったことを、知ろうとはしない自分が羊になっていたことを、行き交う携帯の電波や笑い声が今日も東京タワーを輝かせた、いいことや悪いことも東京の全てを吸い込んでほしい今日の東京タワーに。10年経ち人の目も変わり名称も変わっていく街のあちこちで、変わり果てたブームは過去の産物、3分でできるカップ麺の時間さえ惜しんだあの頃と比べ、今はその3分さえ短く感じ、みんなで腰を下ろした渋谷センター街、買いかぶりすぎた所詮ひな壇で年に一度日の目を見る人形でよかった。マスコミのシャッターを日の目と呼ぶの、マスコミが待ち構えるそこがひな壇なの、時事ネタの一人と流行りもてあそばれ、お品書きの上の一人と2チャンネルの中傷と誰かが買い込んだ握手券付きの CD、 握手券付きの CD は捨てられ早朝渋谷ゴミ袋、カラスもつつかない、枯れた花瓶に水を一滴でもさせる余裕がきっとここにはもう残ってないんでしょ、武道館も見えないでしょ。賞味期限のある芸能界でも人は消費期限で息をした、10年前に解散ライブで困った横浜アリーナ、10年経って家族を連れて訪れた横浜アリーナ、その横の売店もう見る影もなく色あせた、元アイドル以外肩書きもう何もない、アリーナ横の売店のおばちゃんが言った、あらあの時の。希望で誰かが隠した本当の声、誰が隠した大事なものなくした、で確信した相談操作戻されるデカルって誰かメンタルのしたとったあそこって本当に おいありがとう、ありがとうございました。バカなごんで助かりました本当に。